多くの方々がナスを旅行先として選んでるのでしょうか。はい、ナスは、都会からとっても近い高原リゾートです。で、新幹線で東京から、ナスまで約1時間15分で来れてしまう、とても身近な距離になりまして、ホテルへ行くならナスとしても、東京駅そして池袋から、直行バスが出ています。非常にそういった意味ではアクセスが便利な場所でございます。でまたこの那須の魅力としては、この美しい自然はもちろんですけれども、その理想の、リゾートライフが実現できる場所として、実は去年、平成の森というですね、那須の象徴でもあります那須御用邸の、一部一般開放されまして、ここが那須の、観光名所、新たな観光名所になりました。すいません。ナスはお水が美味しいので、湿度とかやっぱり温度、それもちょうどいいので、やっぱりパン屋さんが多いんだと思いますよ。またそれ以外には、ナスにはおしゃれなカフェ、パン屋さんがあったり、また、美術館やテーマパーク、こういったところもたくさん。なんといっても、那須は、非常に湯量が豊富で、開湯1380年の古くから、温泉がとても、ブリーディーで、お客様に親しまれている素晴らしい場所です。ピナルナスの、魅力点といえば何がございますか。はい、この広大な敷地の中に、幅広いお客様の層に、対応できるだけの、多くの客室、また館内にはさまざまなアクティビティや、イベント、そして何よりも私どもの従業員が旬な時期に旬な場所にご案内するネイチャーツアーというのをお客様から大変ご支持をいただきます。でまたそれ以外には、食事に関してはですね、地元の新鮮な、食にレペルギーにこだわって、和食洋食、和食とフレンチと、バイキングと、さまざまな魅力のあるレストランを提供しています。またそして何よりもですね、私どもの、従業員300人を超える従業員の、アットホームで笑顔を張れるおもてなしというものが一番の売りでございます。ホテルピナルナスのお食事がとても美味しいと有名ですが、朝食で一番おすすめのメニューとは何でしょうか。ナスは乳製品がとっても豊富ですので、ヨーグルト、卵、そこからできる、私もオリジナルのナスのフレンチトーストというものは、ぜひ皆様召し上がっていただきたいと思います。ホテルピナルナスの施設の中で一番おすすめの立ち寄りの場所ってどこですか。はい、この緑の散歩道ですね、あとこのモンドチャペルというのも
大変美しいんですけれども、建物入りまして、最上階の13階まで上がってからのですね、最上階からのレストランの展望というのは大変美しく、なっています。またそこではですね、雰囲気のいいバーがありまして、まあ、そこでさまざまなカクテルを召し上がることができます。ぜひいかがでしょうか。